見事に色づいた紅葉深まる森の中。見えてきたのは船形山麓、標高1200メートルほどのところで水をたたえる鏡ヶ池です。前船形山の南西側に位置し、池の周囲はブナなどの落葉広葉樹に囲まれています。水面には鏡ヶ池の名を表すように紅葉した木々が映し出されていました。この鏡ヶ池は鹿間町の大滝キャンプ場から船形山に向かう登山道より外れた奥地にあるため、訪れる人は少なく、ひっそりと幻想的な佇まいを見せています。ドローンはブナの森の中に分け入ります。見えてきたのは鏡ヶ池から東に1キロ、標高1000メートルほどのところにある鈴沼です。本格的な木々の色づきはこれから。水深は浅く、池に沈む切り株に木が育ち、沼の上に盆栽が並んでいるように見えます。切り株の上には七かまどやツツジ、この時期にしか見られない色合いに染まった木々。山の秋は麓より早く深まり、各地で見ごろを迎えていきます。